3コインズの雑貨可愛すぎひんって話していい？もうほんまに可愛すぎひん、恐ろしかった。ツイッターとかのリプでね、山本ちゃんが好きそうな雑貨が3コインズで出てるよってもうお声もいただいてました。本当に可愛すぎてもだえたね。こんな、もうこんなってことで、今日は3コインズでコリヒご紹介していきます。新作ほぼ全部買ったったわ。それは言い過ぎたかな。なんならまた買い足しに行こうかなって思ってるくらいです。こんにちは、シェイダーマ、山ママです。まずね、オンラインで注文してました。ダダダダダン。そして、これだけじゃ足りひんなと思って、すでに店舗でも買ってきました。今、寝室はナチュラルなテイストにしてるんですけどね。あ、こういう感じの。ちょっとカラフルなものも散りばめていきたいなって思ってる。プラス、オタク部屋というものがありまして、そこちょっとホワイトベースのカラフルな感じにしてるから、そっちにも飾りたい。じゃあ、購入品紹介に行こう。ちょっと開けるわ。ほっ、ドゥドゥドゥ、ほー、こんな感じです。よいしょ。箱から可愛すぎて、今回の新作の雑貨以外にも買ってきたものもあるんで、まあそれもよかったら見ててください。フラワーベースとかもあって、ちょっとね、あの重たいものもあるからオンラインで頼むのいいかもしれん。3コインズ近所にないんだよなって方も、オンラインショップやったらね、合計5000円以上のお買い上げで送料が無料となりますって書いてるわ。今回の購入品の動画見てね、気になった方はぜひ見てみてください。じゃあまずこれからいこうかな。こちらフラワーベースがですね、カラフルインテリアシリーズでは2種類出ておりました。こちらご紹介します。2色あってね、2色とも買いました。もうほんまに天才的に可愛くってさ、これがじゃーん、可愛すぎる。イエローとピンクでございます。1つお値段550円。ちょっと失礼します。材質は陶器ですね。可愛すぎて同じことしか言えんくなるね。これ部屋に置くだけでさ、おしゃれな雰囲気演出できると思うね。ただですね、私あの生のお花は枯らしがちなんで、いつも造花を飾ってるんですけど、ちょっと今造花の種類が少ない。どないかして後でなんか入れて飾ってみようかなって思います。じゃあお次、もう一つのフラワーベース、ちょっとポコポコしたデザインのやつ。こちらも材質は陶器でございます。あー、かわいい。バームクーヘンに見えてきたな。ギア、ギア、なんて可愛いんだ。これはオレンジとアイボリーかな。こういう雰囲気が好きな方、もう今回たまらんくない。カラフルなんたまらんわと思って。ということでね、こんな花瓶が出てます。じゃあお次はこちら行きましょう。タイル風トレー。こういうインテリアは普通にお部屋に飾るのでも使えるし、グッズとかを飾るのが好きなんで、ディスプレイに使えたりするから悩んだらとりあえず買ってます。いや、もうこれも買って正解よ。この上に並べて、フィギュアとかなんかガチャガチャで回したやつとか絶対可愛い。こちらカラバリは先ほどのフラワーベースと同じピンクとイエローです。イエローって言ってもライトグリーンみたいな、ライムカラーみたいな感じなんやけど、買って大正解の可愛さをしています。エラはこんな感じ。まあ使い方はね、いっぱいあると思う。そんなトレーでございました。あ、次こちらです。ダダン、ウェーブミラー。いや、もうこれはさ、鏡としての役割じゃなくてインテリアとしての役割。じゃん、こちら。もう一つこちら、なんて可愛いんだっていう、そんなミラーでございます。ウェーブ感がめっちゃ可愛くない？これは側は陶器とかじゃなくって、材質はレジン樹脂らしい。なんかちょっと木っぽいんかなって感じはするんやけど、レジン樹脂とガラスって書いてました。色を合わせて小物飾るのが好きなんで、グッズとかと一緒に飾ったり、お部屋を可愛くする要因としてお迎えしたウェーブミラーです。後ろこんな感じで引っ掛けたりはできひんスタンドタイプのウェーブミラーです。ほんと色がドツボですね、どれもこれも。じゃあお次こちら、これはウェーブトレー。またトレー買ってんの。じゃん、グリーンです。もう一つカラーがオレンジやったかな。肉眼で見るとちょっとオレンジっぽいカラーのものがあったんですけど、こちらはグリーンのみお迎えしました。形おしゃれすぎひん？これ中に深さがあるようなトレーです。後ろはこんな感じです。お次、ダン、キャンドル。いや、もう何で使うねんって。私キャンドルさ、火を灯して使わないんですけど、インテリア要因よね、いつも火灯して使って、火事なったらどうしようとか思うとさ、火つけられへんねんけど、いや、どの色も可愛くってさ、結局買っちゃうよな。こちらがブラウンとグリーン、そしてこちらがアイボリーとライトブルー、そしてグレーとオレンジ。天才的に可愛い色の組み合わせの3種類となっております。いや、これもね、買わざるを得んかったね。もう呼んでたもんな、私のことを。で、このキャンドルどうするかっていうと、キャンドルホルダーもカラーが2種類販売されておりまして、でもこれね、キャンドルホルダー1個しか入ってないから、1本しかキャンドル立てられへんやんと思って、もう1個買ってきました、お店で。じゃん、同じ色にしたベージュっぽいカラーが良かったから、両方ともね
こっちの色にしました。ちょっと色分かりにくいかなやねんけど、肉眼で見るとね、なんかベージュがかってるオレンジっぽい感じです。じゃあ刺してみるわ。はい、こんな感じ。あ、ちょっと待って、ここやって安定せえへん。思ってたよりもさ、刺すところが浅いよ、ここ。だからね、手で持ったらキャンドルがグワングワンしちゃうんですけど、置いてたら大丈夫やと思うねんな。え、めっちゃ可愛い。可愛すぎます。グレーも買ってくれよかったかな。クリアなキャンドルホルダー欲しいなって方は見てみて、可愛すぎた。お次こちら、チェッカーボードデスクマット。カラーはグレーにしましたが、パッと見ライトブルーなんよな。サイズが 35×70cm、 オタク部屋の作業デスクに引こうかなと思って。もう一つカラーがベージュ系があったんやけど、まあこれはお好みのカラー、見てみて。私はこっちの色にした。かわいい。あ、めっちゃビニールの匂いする。浮き輪の匂い、夏の匂いがする。まあ素材がね、がっつりビニールで布とかじゃないんで、そこだけお気をつけください。この上でね、何かしら作業してたらデスクが傷つかんかなと思って。可愛すぎる。嬉しいですね、こんなに可愛いアイテムがこのお値段で手に入るだなんて、目が超えてしまうよな。お次こちら、じゃじゃじゃん、プラスチックストレージボックス。サイズ M サイズのものをそれぞれ2つずつ買ってきました。いや、もう大好きなよねこのストレージボックス。可愛いお部屋作りしてる人大体ストレージボックス持ってないってことで、私もね、あのこういうボックス、ストレージボックスの虜になってたんですけど、なんと3コインズから発売されましたってことで、我大歓喜。小さいサイズの方は今回ね、買ってないんですよね。いつも私こういうのはシーンで買ってるんやけど、今回小さいサイズはいいかなと思っておっきいもの買いました。カラーがこれミントなんやって。ミントとアイボリーです。これ何が嬉しいってさ、スタッキングも可能、積み重ねれるのがすごいありがたい。こうやってこうやって、はいはい、四隅しっかりはめ込んで、パチンっていうまではめ込んでできました。かわいい。このサイズ感マジで欲しかったんよな。ちなみにサイズは 12.3×29×21.3cm やって、あ、お値段は550円でございます。よく値段見て買わんとね。最近スリコ300円じゃないものめちゃめちゃ多いから。小さいサイズの方は300円やったかな。めっちゃはめ込みにくい。これグッて押し込まなか、結構グッて押し込まないと。はい、しっかりパチンって言うまで押し込まなあかんわ。これで凹凸にはめ込むと、あ、積み上げれた。わーい、揺らしすぎた揺らしすぎた。ちょっとの揺れぐらいやったら全然大丈夫。後であっこに置いているフランフランのシェルフに置こうと思います、これ。さてね、そんなストレージボックスでした。お次こちら、これはポコポコクッションカバー。カラーがライトイエロー。お値段こちらも550円です。じゃじゃーん、めっちゃ可愛いポコポコクッション。ちなみにこれクッションカバーのサイズは 45×45cm、 王道のサイズ感ですね。はい、ってわけでこんな感じです。可愛い。このイエローのベッドカバー使ってるんですけど、ちなみにこれはポップルームってところでね、2年か3年ぐらい前に買ったやつです。めっちゃ質問いただくんやけど、私はポップルームっていう韓国インテリアの通販サイトで買ったんやけど、今ねそこでは売ってなくって、調べたら Q 10とかでは売ってました。まあ、超絶お気に入りの、もう殿堂入りしてる可愛すぎるベッドカバーなんですけど、これがさ黄色い感じやから合わせてこの辺もイエロー系にしてるんで、今回もう一色あったんやけど、このクッションカバーがイエローにしました。かわいい。お部屋がなんか華やかになるわ、っていうクッションカバーでした。今回のカラフルインテリアシリーズは以上でございます。ちょっと雰囲気合いそうなものも一緒に買ってきました。こちらポップウォールクロック。名前がポップやもんな。ただね、私あのこのカチカチ音がするアナログの時計置けないんですよね。なんか寝るときめっちゃ神経質で、時計の音とかを聞いちゃうと気になって寝られへんくなってしまうから、時計ってあんま置いてへんねんけど、いや可愛すぎた。だからこれ電池入れん飾りとして置いてみようかなと思って。はい、こんな感じ。これは炭酸電池が1本必要なんかな。1回入れてみようか。じゃあ電池、これよく見たらスイープ機能って書いてるんやけど、ここにもしかして音が鳴らんやつかもしれへん。音鳴らんやつや。どうも、編集中の私です。この時計かけて寝てみたんやけど、時計のカチカチ音はないものの、中で針を動かしてる機械みたいなののカタタカタタっていう音がちょっとした。時計の近くで寝るってなると、この音が気になる人はおるかもしれんって思いました。以上です、失礼いたします。もう一個赤色もありました。これも後で飾ります。お次こちら、じゃん。家にいる時ね、やっぱ手が冷たくなるからアームウォーマーしてたりするんですけど、スリーコインズのやつチクチク感もないし、めちゃめちゃ使いやすいから他の色も買ってきました。あ、かわいい。
何色って言ったらいいんやろ、ターコイズブルーみたいなカラーがめっちゃ可愛くない？手が冷えて仕方ないんだって方はほんま一回買ってみて。お次、新商品のマスク。スリコのマスク愛用してるんですけど、そんなスリコから新作のマスクが出てるってことでゲットしてきました。めっちゃ可愛くない？色じゃじゃーん。スリコのマスクはコスパが良すぎる。30枚入って330円。ベージュ系のマスクが好きなんやけど、ここがベージュっぽくって、紐の部分がブルーです。めっちゃ可愛い。アフォーマの色とめっちゃ合ってんねんけど、どこっちの色も可愛すぎて。このブルーの方と比べると、ブルーの方はグレージュっぽい感じかな。がっつりベージュ系が好きな方はね、こっちがおすすめです。この紐がマスタードカラーの方、可愛い。ほんまにめちゃめちゃ可愛い。これは買い。今んとこ売り切れてなかったけど、もしかしたら売り切れるかもしれへんよね、マスク。あ、ちなみにね、スリコのマスクつけててガサガサするなとか、そういうのは私はなかった。スリコのマスクはね、私それで荒れたことがないから、人にはよると思うんやけど、ご参考までに。そしてそして、これは新作とかではなく、ちょっと前のアイテムなんやけど、買っちまいました。バレンタインフェアみたいな、バレンタインフェア特集みたいなやってた時に出てたやつですね。泡立て器。このさ、持ち手の部分がキーなん。ほんで、ここ白なん。どういうことなん。かわいすぎるやろ。ヘラも買いました。私この間クッキー作る時木べらで混ぜたわ。シリコンヘラでございます。めっちゃかわいい。これはちょっと前のアイテムでございますね。お値段はそれぞれ330円。まあ100均のよりかは高いけど、やっぱ使ってて目に入るもん、なんか全てを可愛くしたいんだよ、私は。ほんで、私あんまりお菓子作りとかしないんですけど、パウンドケーキとかやったらパパッと作れるから、自分でバナナパウンドケーキとか作ったろうかな思って買いました。これはバレンタインのやつで出てたやつかな。パウンドケーキの型でございます。こういうやつ、サイズが約 19.5×9.5×6cm です。真っ白い感じでおしゃれなやつです。サウンドケーキ作ります。そしてこれも買いました。耐熱ガラスの電子レンジ用熱湯用の耐熱の計量カップ。これはお値段は550円ですが、可愛すぎます。赤色のさ、100均とかによく売ってるもうザ計量カップっていう、やっぱ生活感みたいなのも好きやねんけど、おしゃれー。ガラスと黒で形成されてるこの耐熱の計量カップ、めっちゃおしゃれーと思って。耐熱ガラスありがたすぎるよな。ステッカー早々に取っておきます。うわ、ちょっと残った。ちなみにこちら 500ml まで測れます。この色のアームウォーマーやったらめっちゃ見にくいな。そしてあとはね、クリップ買いました。このウェーブめっちゃ可愛くない？こういうクリップ系ってさ、バチンってする、ここめっちゃ硬いやつとかあると思うねんけど、そんな硬くない、止めやすいと思う。しっかり開けます。うわー、クレーンゲームみたいな。はいはいはい。ちょっと髪の毛さ、まとめておくときとかに楽ちんやから、見えてますか見えてますか皆さん。こんな感じで止めれる。止めやすい。これこうやってさ、髪の毛をくるくるって巻いてバッて開く。ほんでバツンよ。そして最後のアイテム、ちょっとね、可愛すぎた。ぬいぐるみを迎えしてもた。めっちゃ可愛いこの子と思って。恐竜さんでございます。ちょ、ドラゴンですね、ドラゴン。このさ、なんかちびっこい羽とか生えてんの可愛くない？背びれみたいのも生えてんの。これはね、キッズコーナーにありました。カラフルインテリアたちと一緒に飾ったらより可愛いなと思ってお迎えしました。よろしくお願いいたします。はい、というわけで今回スリーコインズで購入したものは以上でございます。よし、飾り付けしていきます。ちょっと布団がね、今ここにあるんですけど、ここはちょっと見なかったことにしていただいて、はい、じゃあこの棚をね、可愛くしたいのでやっていきます。
い、ってわけでこんな感じで飾ってみました。ちょっとチューリップ大きすぎやろう感はあるんですけど、造花とかねチューリップ以外全然持ってなかったんで、とりあえずダイソーのやつねここに飾ってみてるんやけど、まあ、これはまたね変えてるかな。あ、ちょっと時間はすごい狂ってますね。そういえば時間ちゃんと設定してなかった。こんな感じです。可愛くなりました。というわけで3コインズメインでお部屋作ってみました。ちなみにこのベッドの頭の部分はこんな感じになっております。これ何だっけ、パブリックポスターみたいなのは楽天で買いました。楽天ルームに載せてるんで気になった方よかったら見てみてください。あっこにね前あのアンスタのクレビの CD を飾ってたんですけど、今日作ったコーナーに飾っちゃったんで、ここまた何飾るかは考えようかなと思います。まだオンラインでは売ってたんで気になった方、カラフルインテリアぜひ見てみてください。お花のクリップの主張が激しかったんでこっちのクリップに変えました。これもシーンで買ったお気に入りのクリップです。というわけでこうなりました。今日見ていただきありがとうございました。ほなまたね、バイバーイ。ミラーはここに飾ってみました。かわいい、受け込んでる気がするんですがいかがでしょうか。そしてじゃじゃーん、マットはこんな感じで置いてみました。ちょっと反射するようなこのつるっと加減、ここもこんな感じでタイルのトレー飾ってみた。部屋がとても可愛くなって大満足です。